ずっとこの中にいたのか。あ、お前、耳？うん、にゃー、尻尾？あ、いやいや、俺になんか用なのか。いや、だから何の用かって。そしてなぜかヤヤはその後も木枯らしの跡をつけ回すのであった。おーい、ヤヤ、そろそろ起きろ。そんなところで寝てたら危ねえぞ。もう昼飯だぞ。ご飯。お。ヤヤ。おい。でもさすがにここまでは来ないだろう。うん、ヤヤ。ヤヤが背中流してあげるの。あ、お前何言ってんだ。すげえ、あつ。すまん、大丈夫か。猫は塩分取りすぎはダメって聞いたから。ヤヤもそうなのか。ヤヤはお塩ある方が美味しい。でもおいおい、猫神様にも食べさせてあげたかったの。すまん。